象徴してこの時代を誰よりも早く生きるよ。想像してその未来を。ハイパーダッシュ。おい。まるでパンチが 3D 画面のように。ここはどこですか？はい、こちらですね。はい。グンゼタウンセンター塚新でございます。よいしょ。広いからめっちゃ動いてる。今から もっと楽しいこといろいろ皆さんにね、お伝えしたいことがいっぱいあるんですよ。あるんですよ、去年もね、はい、やりました、はい、ハイパーダッシュ基地のね、総公開、なんと今年のゴールデンウィークもやっしちゃいま、スッて言ってスッて言ってや、もう溜めてたね、溜めて終わるパターンということで、はい、はい、ということで、やります、はい、やります。日にちが4月29日でございます。肉の日、やったし、ちょっとね、去年の映像出るかな。はい、こちらポン。エキスパートコース、はい、そうです。で、大好評の、レンチェンジャー、ループレンチェンジャー、あー去年あったね、あれね、大好評すぎまして、波乱でしたね、あれね。今年はちょっと導入しないかな。いや、もうここの風物詩にしてね。だってないもんだって公式で。ないけど、すごかったの。いや、でだってね、あれ、事前のツイッターとかで動画出したじゃないですか。はいはい、やってましたね、実験動画ね。リアが当たると、うん、タイヤが浮くから登れないと、物理的に、はい、その代わりすぐみのマシンはこうブレーキとかプレートないから登れますよと、はい、いうのをさんさん言ったにもかかわらず、クロートなレーサーほど、はい、痛いや。そうなんですよね。で、まあ、ついついやっちゃう、ついついやっちゃう、欲を出して負けるパターン、ということで、はい、今年は、気持ちよく走っていただこうと思って配信一回しか使わない配信でしようかな、どうしようかな。ちょっとツイッターとかで募集してみる、あれを入れるか入れないかみたいな。そうしましょう。ちょっとやってみましょうかね。そうですね、あれはね、やっぱりちょっと皆さんチャレンジしていただきたい、食らっていただきたい、ね、回らんからね、本当に本当に、ね、本当に今のマシンでは回らん。なんですか、グイッポトンって何台見たかも。すごかった。もうすごい数のマシンが、散っていった、そういうエキスパートコース、はい、まあレーンチェンジャーはどうするかちょっと置いといて、初心者コース、はいはいはい、今回もね、コース2面用意しようと思っておりますので、はい、初心者コースは誰でも楽しめるというね、お手軽なコースにしようかなと。そうでございます。そしてなんと、うん、去年と一緒で、うん、手ぶらで来てもレンタルミニ四駆があるということで、走らす直前にね、くまモンがいいかな、豚さんがいいかな、どっちかな、そういうの、はい、そういうのをやって遊んでもらうと、はい、だから手ぶらで来て、うん、お母さん、お母さん、あれなんか走ってるやつ私もしたいよ。持ってないじゃない、もう、もう、まあ、見ない見ない、よそはよそ、うちはうち、お母さん、あ、ちょっと待って、あそこにあれ出来上がってるのあるわというですねそのような、はい、そのような光景が見られるんじゃないかなと。台本はないですからね、これに。そうですね、いつも打ち合わせもないですからね。ドキドキしましたね。はい、物販も用意してます。そしてもちろんピットスペースもありますので、ありますよ、皆さんご自慢のマシンを持ってきて、持ってきて、ちょっとエンペラー、俺のマシンと勝負しようぜ。わ、俺のサンダーショットと勝負しようぜ。マジで、もうよくみんな使ってるやつやん、サンダーショット。ボディだけみんな。俺のはマイク2だぜ。あー、レア、レア、レアではないか。しょうがない。でも最近希少ですからね。はい。そこの話ふわっとしたわ。いい、ぜひ4月29日月曜日でございます。でもね、祝日ですから、うん、ぜひ遊びに来て。13時からだよ。やってますよ。17時までだよ。来てね、みんなで楽しみましょう。お待ちしております。来てます。ヘプラいいんすか。噴水が上がってますけどいいんすかヘプラ。はしゃぎまくってますね。お待ちします。